アメリカに行ってみてなんかカルチャーショックはありましたか行くためにとアメリカのノースカルラナに行きました。ででは、カす。すアメリか好好きですか好きです なんでどうしたい、えー、よく好きで映画とかアメリカの映画とかアメリカのアーティストの曲とかよく聴くんで好きです <laughs> 好きなアメリカの映画は、えーま、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート <laughs> <laughs> 好きなアーティストアメリカのあフューチャーヒップホップヒップホップ聞くんです聴きますねじゃあアメリカ人に対して どういういなイメメージありますか普通のアメリカ人映画とか音楽とかじゃない普通のアメリカ人に対してどういうイメージがありますかあんまり周りりの目を気にしないイメージがありますね、えー、日本人って何か行動する時に周りの目の判断基準に入れたり周りの目っていうよりかは自分がどう思うかでやっぱ行動選択をしてるイメージがあるんでアメリカに行くとしたらどこ行きたいですか ロサンゼルス行きたいですね。ロサンゼルス行きたいです,いっす、まあ。ハリウッド、映画好きなんでハリウッド行って、まあ、いろいろ街見て回りたいですし、自分のサーフィンやるんで、サーフィンやって、ベニスビーチとか行って、まあ、いろいろ <laughs>、まあ、カリフォルニアで合法なものを吸ってみたりして、えーまあ、いろいろ遊びたいですね。なるほどあ。これアメリカ人いっぱい見てるんですけど、アメリカ人何か言いたいことありますか、はい、?I love you.I love a m e r i c a n y o u love America? アメリカのどういうイメージありますかアメリカはんかおおらかな人が多い明るい人が多い自由そう自由そう毎日ましたアメリカに行くとしたら何か何したいとかどこに行ってみたいとかディズニーランド行きたいですああね一番マーベルヒーローとかが好きなのでそうなんです自由の女神だよねはいニューヨークとかアメリカ人で有名な人 誰か知ってますか。え <laughs> それはでで。ーー <laughs> <laughs> トランク、トランク。あまり出てこない。出てる人だとは思うんですけど。アメリカの人なのかがわかんない。え、わかるわかるか。多分あれですよね。日本人は。アメリカ人かどうかっていうよりも、なんか欧米人かどうか。うん、なんか白人かどうかとか、そこで確かにる。出身はゅわかんない。じゃあ、アメリカ人がわからない人、行ってみてください。え。え <laughs> イーロンマスク。 イーロン・マスクだイーロン・マスクはアメリカンああ、違う。南アフリカだ。トム・ホランド誰トム・ホランドトム・ホランドスパイダーマン。彼はイギリス人ですね。確かに。アメリカのネガティブなイメージありますか医療費が高いイメージ。なんか救急車とかあんまり呼べないって聞くので。 日本人だからもしかしたら差別,かもし差別されるかもしれないかなってあああああアジア人差別みたいなそれはどうしてそう思いますか,なんかメディアとかで見てるとかなんか話を聞いたとかどうしてそうなんか高校の時の担任が留学経験があって、うん、そういう差別を受けたっていう話を聞いたんでやっぱりあるんやみたいな思って確かにそれはアジア人の僕たちからしたらアメリカじゃなくてもう欧米どこの国に行ってもそういう。 ですすねアメリカどういういい国だと思いますか、うん、でも結構面白そうで結構みんなウェルカムに迎えてくれそうなんですけどちょっと怖いっていう印象もありますね,すね友達とかから聞く話でなんか物盗まれやすいよとかたまに聞くんでそうなるとちょっと日本より怖い国なのかなって思っちゃいますなんかスケボーのビデオとか見ててもアメリカの人の方がうまいなって感じるし。うん やっぱかっこよさが日本人と違ってそこに惹かれますねアメリカ人にはどういう印象を持ってますかどういう人が多いと思いますか日本人と比べてなんか笑顔で迎えてくれてて結構日本人はちょっと厳しい人とかも多い感じのイメージを持ってるけどアメリカについてどういうイメージがありますか自自自自自由、うん、自由由由のの意見分ととととかちゃんと主張できるか<え>そここが日本人とは違うところなのイメージが 自分の意見を言うのは難しいと思いますか日本だと？難しくはないと思います。難しくはない？難しくはないと思うけど、多分言わない人の多いと思います。なるほど。自分たちは言うタイプですか？それとも言わないタイプですか？私は言います。言う。うですか？私は多分顔色を伺っちゃうタイプ。なるほど。ほど国としてどう,どうですか自分のアメリカンに対してのあれは好きですか？好き、うん？好きです。<き>ロス とハワイに行ったことがあってめっちゃ楽しかったっていうアメリカに行ってみてなんかカルチャーショックはありましたかチップかな<ー>いくら渡せばいいか全然わからないしとあのジャスティンの奥さんがめっちゃ好きで、えー、それだけじゃなくてでもなんか人柄が好き向こうの人のなんか自由な感じでなんか人生楽しんでる感じがめっちゃ好きですなんかジャスティンとヘイリー・ビーバーよく日本東京来てる めっ,めっちゃ来めちゃ来てるですよね。<laughs> 会いたかったです。会いた。アメリカに行くとしたらどこ行きたいですか？次行く行くとしたらどこ次行きたいですか？私はでもハリウッド行きたい。<laughs> なんでロサンゼルスが好きですか？ニューヨークより。行ってみたいと思いますか？どうして？え行ってる人多いじゃないですか？ロサンゼルスってあ,<ー>あいいなとか思うんで。なるほど。次はニューヨーク行ってみたい。<laughs> 多分あの真逆だと思っていて、うん、ロストニューヨークって自由な感じとはまた真逆のバリバリ働いてる人とかめちゃめちゃオシャレな人とかいるのかなニューヨークのイメージ、うん、確かにアメリカについてどう思いますかアメリカについてまあ、すごいいろんな人がいる国だなって思いますまあ一回ニューヨーク行ったことあるんですけどまあいろんなカフェにもういろんな人種の人がいて、まあ、多種多様な国 <か>な <laughs> 私英文大学で英文専攻してたんですけど特になんか本当にアメリカに憧れを持ってる子がすごい多かったかなってアメリカイコールかっこいいみたいなうそういう生まれ込まれちゃってるからみたいなので憧れを持ってる子が多いのかなって思いますそれは自分は持ってないですそれとも自分は持ってるかアメリカに対してアメリカに対してはないですね <laughs> うど,ど,どうして他の 周りのの女女性女の子たちが持持っっててるけど自分は持ってないいと思います私がそもそも育った環境が結構なんか中国なんだけど中国の国際学校でに海外がいいみたいなアメリカがかっこいいみたいな感覚はなくてそれぞれ国にいいところも悪いところもあるから。 それで全然、私は、まあそれ、その、憧れも持ってていいと思うんですけど、私は大丈夫って感じ。アメリカのこと好きですか。それ<う>、大好き。大好き。好き <laughs> な、なんで大好き、えー。あ、行ったことありますか。あります。はい、どこ、どこに。え、どこ。ニューヨーク、エルエー、ハワイとか。私はサンディエゴ、サンフランシスコ。どうして好きですか、アメリカ。しん、シンプルに。ルにど、どういう分人が好きなのか。 文化が好きなのかとか、なんかいろいろあるじゃないですか。地域によってもあると思うんですけど、地域によっては人もすごい素敵だなって思うし。なんかオープンなそのカルチャーがいいと思います。なるほど。で、私も、そう、なんか自由に生きてる感じが、日本人は。なんか恥ずかしがったりとか、日本人するじゃないですか。でも、それがないから、大好き。映画とか。 アメリカとかが多いから、憧れ、日本人からしたら、憧れの国みたいな。例えばどの映画好きですかアメリカの。スパイダーマンああ、なるほど。あ <laughs> 僕も大好きですね。<laughs> アメリカ人が日本に多いと思うし、国としてのつながりも、アメリカとは近いので、行きやすい、情報も多いみたいなところ。アメリカの都市の中ではどこが一番好きでしたサンディエゴ。サンディエゴ 私はニューヨーク。ニューヨーク。東京とニューヨーク、両方でもビッグシティじゃないですか。何が違うと思います。規模。規模。規模が一番。あ、ニューヨークの方が大きかった。あのビルの高さだったりとか。確かに。確かに。かにかに日本はあれ作れないですもんね。あの細長いペンスルタワーみたいな自信があるから、多分。アメリカ好きってことなんですけど、じゃあ、あアメリカに住めますか、自分は。住みたい。おお、お住み,住みたい。私たちはもうちょっと住みたい。本当。 お逆になんで住まないですか今は仕事とかそういうのですかそれともいやすご現実的にお金とか <laughs> あー確かにで花粉がまずない <laughs> 確かに,確かに天候とかも全部含めてやっぱり観光とかだったらニューヨークが好きだけど、うん、私も住むならそうサンディエゴの西海岸かハワイ,ハワイやっぱ住みやすい日本人も多いし一番好きなアメリカ人教えてくださいセレブリティでも

Before we continue interviews, this video is sponsored by Tokyo Tree and Sakurako. Sakurako is a subscription service where you receive a monthly box filled with traditional, authentic, and artisan Japanese snacks. Sakurako helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's theme is Holidays in Hokkaido. With these snacks, Let's step into Japan's winter wonderland, Hokkaido. And Sakurako also has Japanese February month. This month, I got indigo yuzen dish. This is bam kufen. It's expertly crafted with eggs and locally milked Japanese flour. This is milk mochi. What's special about this is that it's all conveniently wrapped in an edible oat bread wrapper. And Tokyo Tree is packed with latest seasonal sweets. You can feel a modern life in Japan with Tokyo Tree. This month's theme is snack Christmas. I'm enjoying this month box because Christmas is actually a big thing in Japan too And I'm glad that I'm spending holidays with these snacks This is pure potato chili and rock salt Unwrap holiday cheer with these Luxuriously thick cut potato chips. This is premium Ghana chocolate caramel These creamy chocolate squares are the perfect of cacao and caramel and each snack is explained so that you can see where it was produced And you can also check allergic information. This will give you more places to go when you

アメリカって、あのー、スタートアップとかユニコーンの数が、まあ、世界で一番多かったりとかあとノースカロライナはなんか第2のシリコンバレーって呼ばれる地域があってなんかアメリカでどうやって、あのー、スタートアップの企業が成立していくのかみたいなところを学びに行くためにアメリカに行きました。 そうです、ね。まあもちろんなんかアメリカ人ってなんか僕たちってそうですね明るいイメージとかめっちゃ持ってると思うんですけど、なんかそうですね想像想像以上にフレンドリーだったり、全員がポジティブだったり、なんかそういう面でめちゃめちゃ僕自身もなんかなんかよりポジティブになったりとかよりフレンドリーになったなっていう感覚がめちゃめちゃあります、ね。なるほど。じゃあ逆にネガティブな部分は？あの想像してなかったネガティブな部分？やっぱり安全日本に比べるとかなり。 えーまあ、ちょっとデンジャラスちょっとと危険かなとは思いましたねそれは個人的に何か経験したっていうことですかえっと個人単位でいうとあまりそういう経験はしてないんですけどやっぱりその、まあ、周りで銃撃事件があったとかやっぱり殺人事件があったとか夜中とか1人でやっぱアメリカで歩けないんですけどでも日本にいたら夜中1人で歩くと結構普通じゃないですか。うん ま思ったより治安みたいなところは思ったより悪かったのかなと経済格差みたいなところはまあ思ったより大きいかなとは思いましたねやっぱりアメリカってまあ世界一の経済大国ですしめちゃめちゃお金を持ってる人もやっぱ多いんですけど普通のそこら辺のストリート見てみるとまあいっぱいホームレスの方がいたりとかあんまり経済的に豊かじゃない人の差はまあ日本より格段に大きいなと思いましたね 僕のそれは持ってるんですけど、それについてはどう思いますか。まあ、アメリカ好きですか。あもちろん僕はアメリカを留学アメリカに留学するぐらいアメリカ大好きですね。うん、そうですね。アメリカを好きな人はめちゃめちゃ多いと思いますね。うん、実際なんかアメリカのカルチャーがもう日本に結構浸透してるっていうのは大きいのかなと思ってて、例えば日本の映画館に行くと多分半分かもしかしたらそれ以上ぐらいアメリカの映画 だと思しかもまあアメリカ僕自身も洋楽アメリカの音楽めちゃめちゃ聴きますしアメリカ人の英語はすんなり聞き取れるんですけど例えばまあブリティッシュアクセントのイギリス人とかオーストラリア人の方とかほか、まあ、インドとか結構聞き取りづらいなっていう感じることがあって、うんまあ、その多分理由としては、まあ、僕らがアメリカの音楽映画とか ばっかりを見て育ってきてるので学校教育でも基本的にアメリカの発音をベースに教育されると思うのでそういう意味でアメリカのカルチャーに自分自身染まってたんだなっていうのは自覚しましたねアメリカにもう一回住みたいとかってのは思いますかそれとも日本がいいとかえっと、めちゃめちゃ難しい質問なんですけど まあ日本かななっていうのが正直なところですめちゃめちゃアメリカ好きで住むのも楽しかったんですけど便利さとか安全性の面でいうと例えば東京だとどこに行くにも、まあ、電車を使えば別に車がなくてもどこにも行けますしそこら辺にコンビニエンスストアもありますしあとまあ安全性でいうと日本ってやっぱ世界一安全な国の一つだと思うので、まあ、そういう意味でやっぱ日本は素晴らしい国だなと思いますけどやっぱアメリカも大好きです。 たまに旅行ととかか行ったりとかしたりそうですね旅行で行くとか、まあ、例えば1年の留学とか割と短期間の滞在とかはめちゃめちゃ楽しめるんじゃないかなとえじゃあアメリカ旅行一周回ったみたいなどこが一番良かったんですかまあ難しいんですけどラスベガスですかねなんかもう人が無理やり作り上げた街みたいなラスベガスってめっちゃ周り砂漠じゃないですかなのにラスベガス着いた瞬間めちゃめちゃ大きい建物とかカジノとかホテルとか もう人が頑張って集まって無理やり街を作り上げたっていう感じが人の力すげーなって感じましたね OK、Thank you for your time. Could you introduce your background? My name is Max. I'm from the United States, North Carolina. My mom's Japanese and I've been living in Japan for almost 10 years.、Okay. So I'm going to ask you about how Japanese people see United States, Americans. How Americans see Japan, you know, in general. So when you say you're from the States, like, you know, or when you say you're half American to the Japanese people, how do they react? What's their impression? When I tell Japanese people I'm from the USA, Usually people are like, "Oh, America, nice." Like, mm. Japanese people's general impression of America is very free. Very, uh, <laughs> the country's too free. Yeah, there's a lot of problems, but in general, the entertainment industry, of course, everyone watches American movies, everyone watches American TV shows. So in general, young to old, I think the general impression of America is pretty good and it's a it's a fun place to be yeah i noticed that as well especially when i go abroad you know outside of japan you know let's say europe the impression towards the united states from the people in europe mm -hmm. or from the people in japan are completely different you know that was my culture shock when i went to europe you know not everyone loves the states you know i always say like everything goes back to either the edo period or the war like world war ii so in this case i think it goes back to world war ii japan lost the war mm -hmm obviously i think people probably didn't like america at the time but after that you know america like over decades kind of helped japan come back and build yeah, up right. american culture spread worldwide and japan gets all of this culture and they like it i mean it's it's pretty fun like entertainment sports basketball is huge because of the united states and japan i think the reason maybe why europeans don't like america as much as like japanese mm -hmm. people is because europeans actually can speak english on a more general level the news that they might see the cool side of america is only shown to japan oh, that's but europeans yeah. can like see the cool side and be like there's all this like really dumb stuff america does their education's mm -hmm. bad so i think europeans just in general because they can speak english they can kind of see all the bad parts of America better than a Japanese person. So, what are the similarities and dif differences between Japan and the States? So, one thing that's very similar to me is the perspective people have. Japanese people's perspective of American culture is it's like a movie, it's like a Hollywood movie, it's like a TV show. Americans' current perspective, younger Americans look at Japan like it's an anime, you live in an anime world, and I just want to say both are correct. <laughs> Japan is an anime and America is a movie. So I think the similarities is like, you know, I'm joking here, but the similarities are in, you know, anime. The similarities between American movies and American culture is there. So pretty same like that. Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. Me personally, I do like the United States. I was supposed to study abroad in Los Angeles but you know something happened in the world I couldn't make it I studied English and American literature wrote final cities about 20 centuries America's history of course there are some good point points and bad points of the country I'm going there in January I'm going to San Francisco Texas Chicago Miami New York Baltimore I don't know Philadelphia or maybe around east coast around there so if you have any recommendation to do there Please let me know in the comments. Okay anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. If you have any questions you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time.